はい、こんにちは。アダムの店長の渡辺です。本日は、フリーマンの配信ライブ。まあもう、おなじみのですね、リトルキング拓也が、率いるブルースバンドなんですけれども、まあもう皆さんですね、リトルキング拓也に関してはもう飽きてると思うんですよ、僕はね。もうね、毎日出てるから。で、フリーマンに関してはでも、ちょっと僕、いつも言ってるんですけども、まあギターがすごいと。ブルースバンド。まあリズム体もいいんだけど、やっぱギターのね、ブルースギターが素晴らしいなということでね。まあもう25歳とかなんですけど、なんかもうおっさんみたいなギター弾くんですよ。なんで今日はちょっとまあギタリストの久保ベルーチェにですね、ちょっとブルースを教えてもらおうと思っております。お名前は久保ベルーシーです。久保ベルーシー、久保ベルーシー、ちょっとブルース弾いて。はい。かっちょいいかっちょいい久保ベルーシー、どうやったらブルースって弾けるんですかね。音を大きく出すことです。ピッキングってことですか。ピッキングが大事ですね。で、初心者がブルースを弾くにはまず何をやればいいですかね。スリコードのリフが大事だと思います。ははは。これ、はい、からのそこにおー、かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいいね。かっこいいね。かっこいいね。ボベルシーかっこいいね。